今回の街中で見かけた芸能人がすごいはですね、街中を散歩している芸能人に着目して見ていきたいと思います。でまずはですね、夏目未来さんですね、有吉さんの奥さんなんですが、まあ、こちらワンちゃんに目が行くというよりも、この写真だとですね、あまりにもすっぴんの時とテレビに出ている時の姿が違ったので、そちらの反響が大きいようです。次はアンジャッシュの渡部さんですね。やはり芸能人になると、まあ、目を引くのでね、犬の糞も持ち帰らなければ、まあ、当然みんな持ち帰らなければいけないんですが、まあ、こういったところも撮られてしまうのが芸能人の大変なところかなと思いますね。で次は海外からですね、アーノルド・シュワルツネッガーさんですね。まあ、大きい体で大きい犬なんですが、まあ、ターミネーターでおなじみのシュワちゃんですね。最後はですね、アン・ハサウェイさんですね。こちらも大きい犬と、まあ、小型犬も一緒にいるんですけど、まあ、やっぱルックスがいい分ね、なんか映画とかドラマのワンシーンのような感じになっています。以上、今回の街中で見かけた芸能人はすごいでした。